おはようございます。おかチャンネルのおかちゃんです。今日は2023年2月15日水曜日朝の6時9分です。どうしてこんな早朝から動画を撮ってるかというと、今日は久しぶりにマイナス20度を下回るということで、ここに映っているコア i9-12900K を寒いところでオーバークロックをしたらどうなるかっていう検証をやってみます。それでこの温度計ではもう測りきれなくて LLL 度になっています。こっちのタニタもそうです。自宅の温度計を貼り付けておきますが、今はマイナス24度でした。ということでこの状態でオーバークロックしたらどうなるのか検証します。ちなみに今つけているクーラーはコテツマーク2です。ぶっちゃけこのクーラーでは 12900K の定格でも冷やしきれないんですよね。そこら辺も検証したいと思います。ちょっと寒すぎて口が回らなく滑舌が悪いので、ここからの音声は後付けにします。ということでここから音声後付けです。年に2、3回あるのですが、本当にこの日は寒くて喋るのにも滑舌が悪くなってしまい、手足の指先なんて痛いのを通り越して感覚がなくなってきてしまいました。北海道に住まわれている方だったら何回も経験してると思うのですが、本州に住んでいたらこんな寒いことなんてないですよね。寒さを表現すると、家庭用の冷凍庫の中よりも寒いかもしれません。それで今バイオスの画面の警告画面が出てきましたが、自宅の暖房の入っている部屋でやったらこんな画面は出てこなかったのですが、寒いところにずっと置いてたらこんな画面が出てきちゃいました。マザーボードには使用温度が何度から何度までってあると思うのですが、今まではそれを気にしたことなかったんですよね。ちょっと気になって取扱説明書を見てみたら、周辺温度0から40度以外では使用しないでください、火災の原因となりますと書かれていました。今の温度はマイナス24度なので、もう完全に限界突破してますね。危うく火災になるところでした。まあそれはさておき、これだけ寒いと電解コンデンサーの電解液も凍るかもしれませんね。ちょっと電解コンデンサーのことは詳しくないので分かりませんが、もし詳しい方がいればこういう寒い時にどういう現象が起きるのか教えてください。ということで起動直後の CPU 温度を出してみました。画面直撮りで見えにくくて申し訳ないのですが、一番冷えてるコアで0度、高くても6度くらいでした。普段使っていてこんな温度なんて絶対見ることないですよね。ちなみにパソコンに使われているサーミスターっていうか、読み取りする部分はマイナス温度は表示できないようです。なのでどれだけ冷えていても0度以下は表示できません。ということでシネベンチを立ち上げたので、シネベンチを回して CPU 温度がどれだけ上がるのか見てみます。ちょっと話が脱線しますが、気温が低いとこんな感じで液晶パネルの応答速度が下がっちゃうようです。残像がめちゃめちゃ出ちゃいます。ということでマルチを回してみます。回してみるとこんな感じで、温度の上がり方はゆっくりなのですが、徐々に温度が上がっちゃいます。気温がマイナス24度なので、だいたい50度とか60度ぐらいで安定してくれるのかなと思っていたのですが、この結果は予想外でした。こんな風に喋ってる間に100度近くまで上がって、サーマルスロットリングが発生しちゃいました。それにしてもこのモニターは IPS 液晶なのですが、残像がすごいですね。めちゃめちゃ外が寒いのにどうして CPU が冷えないのか、サーマルカメラで確かめてみました。サーマルカメラで見てみると、 CPU のところは熱で黄色くなっているのですが、ヒートシンクっていうかフィンの部分はめちゃめちゃ冷えています。今は中心の温度を測るモードにしているのですが、 CPU ソケット付近はだいたい10度前後になっています。だけどすぐ上に上げるとマイナス20度になってしまいます。全然熱が伝えられていない感じですね。ヒートパイプの中に何が入っているのか自分はちょっとわからないのですが、もしかしたらこの寒さで固まってしまった可能性が高いです。常温で起動したらちゃんとフィンの部分も暖かくなります。もうこの時点でオーバークロックしても無駄だってことが分かってしまったのですが、ダメ元でオーバークロックをしてみます。デフォルトでは 5.2GHz になっていたのですが、 5.3GHz にアップしてみます。負荷はかけていませんが、さすがに 100MHz のオーバークロックは耐えたようです。次はまた 100MHz 増やして 5.4GHz で試してみます。さすがにこれも普通に動いてしまったので、もう寒くて早く終わらせたいので 6GHz にしてみました。そしたら案の定この状態でフリーズしてしまいました。さすがに 6GHz は無理だってことが分かったので、この間で調整してみます。横着せずに 100MHz ずつ増やしてみます。 5.5GHz で試してみましたが、これはちゃんと動きました。次は 5.6GHz で試してみます。これも普通に動いてるなと思っていたのですが、いつも見慣れたブルースクリーンが出てしまいました。ということで再起動して 5.5GHz でベンチマークを回そうと思ったのですが、またまたこんな感じでブルースクリーンが出てしまいました。ごちゃごちゃやってる間に外が明るくなって、スズメが鳴き始めましたね。太陽が出ると一気に暖かくなってマイナス10度ぐらいまで上がってしまうので、さっさと終わらしちゃいます。ということで今度は 5.4GHz で試してみます。試そうかなと思ったのですが、いつも見慣れているブルースクリーンが出ちゃいました。もう全然オーバークロックできないですね。再起動したら今度はこんな感じで回復という画面が出ちゃいました。こうなると OS のファイルが壊れてることが結構あるので、ちょっとドキドキしています。 OS の再インストールをしていたら気温が暖かくなってしまいます。だけど再起動したらちゃんと OS が立ち上がりました。良かったです。
もう全然ダメダメなので 100MHz をオーバークロックした 5.3GHz で試してみます。っていうか CPU の熱がフィンに伝わっていないので CPU 温度が常時80度を超えています。もう体が寒さの限界突破を超えているのですぐ終わるシネベンチ R15 を回してみました。結果は定格で回すと4013なのですが、寒いところでオーバークロックをすると CPU の性能が下がって2877になりました。ということでコテツを寒いところで使ったら性能が下がるということが分かりました。っていうか多分皆さんマイナス20度以下のところで使わないと思うので安心してください。ということでこれ以上何も撮影していないのでこのオーバークロックは終わりますが、とりあえず言えるのはコテツマーク2は寒いところでは使えないということです。あとは何年か前にライゼン9の 3950X をオーバークロックしてみましたが、その時は簡易水冷でやっていたのですが、簡易水冷のクーラントが凍ってそれもダメだったんですよね。クーラントが凍ってポンプがガチャガチャガチャと音を立てて壊れるところでした。やっぱりそこら辺のクーラーは寒いところで使えるように設計はされていないようです。それでリテールクーラーのようにアルミのブロックだったら冷えるかなと思っていたのですが、あいにくリテールクーラーのような形状の CPU クーラーを持っていなかったので今回の実験ではそれは実行できませんでした。それは今度寒くなってきた時のネタにします。もしかしたら来年以降その動画を出すかもしれませんので、案件じゃなくてこういう普通の動画が好きだって方はぜひ高評価をお願いします。あとチャンネル登録をしてない方はチャンネル登録もお願いします。動画の尺がすごい微妙だったのでちょっと付け足します。実はさっきの動画を撮った1週間後に東京に行ってきました。行った理由はなんかカピさんがフリマをやるということで見に行ってきました。そのついでに3年ぶりに秋葉原に行こうかなって考えていました。ということで一気に雪景色から普通の景色に変わりました。まあ当然ですが2月の東京は雪は全然ありません。とりあえず初日はいきなり秋葉原に行きました。この時の東京の気温はだいたい10度ぐらいだったかな、ちょっと忘れてしまいましたが、マイナス24度から急に10度のところに行くとめちゃめちゃ暖かかったです。この後にお二方と合流して秋葉原の店を何軒か回り、ちょうど昼だったのでハードオフの向かいのカレー屋さんでご飯を食べました。いろいろな店を回ってる動画はちょっと人が多すぎたので撮影はしませんでした。突然ですがここで問題です。ここに写ってるお二方は誰でしょうか。正解者には特別何もありません。実はこの後に中野の方で ASUS のなんかゲーミングデバイスの発表会があるということでカピさんに誘われたのでちょっと行ってきました。なんか3人で同じところを撮影していると怪しい人に見えますね。今回は ASUS の案件ではないですし直接呼ばれたわけではないので内容は説明しませんが、こんな感じで新製品の発表会をやっているようでした。この発表会にはいろいろな企業さんや YouTuber が呼ばれていました。だけど自分は直接呼ばれませんでした。今までに ROG とかのゲーミングデバイスの案件をやっているんだからこういう発表会に呼んでくれよと思ったのですが、まあ文句はここら辺までにしましょうか。実はこの後にも予定があって、またまたカピさんに誘われて BTO パソコンを作っているストームさんと食事会があるということでそれも誘われて行ってきました。本当にありがとうございました。ということでこの日はこれで終わりました。ということで2日目はメインのフリマに行ってきました。場所は大井競馬場でやるということだったのでそこへ向かいます。こんな感じでいろいろな方が店を出していました。それにしてもカピさんの力ってすごいですよね。まだ始まってはいませんがこんな感じでめちゃめちゃ人が集まっていました。ということでこれ以上何も撮影していなかったのと尺も結構稼げたので今回の動画はこれで終わります。秋葉原で何個か物を買ってきたので今後それで動画を作りたいと思います。途中でも言いましたがこういう動画がいいって方はチャンネル登録と評価をお願いします。